ビクロスバー直撃の渡辺センスが自身の SNS で FRIDAY に対する訴訟を発表しました。彼はダウンタウンの松本人志に関する性的トラブルの疑惑を報じた写真週刊誌 FRIDAY の発行元である講談社に対し、損害賠償と訂正記事の掲載を求める訴訟を東京地裁に提出したと述べています。 FRIDAY の記事では、松本人志が女性に対して不適切な行為を行ったとされる写真が掲載されています。この写真は18年10月中旬に大阪のザ・リッツ・カールトンのスイートルームで行われた飲み会で撮影されたもので、渡辺が誘ったとされる A 子さんの証言とともに掲載されています。しかし渡辺はこの記事に対して一貫して否定的な立場を取っています。彼は自身の YouTube チャンネルで記事の矛盾点を指摘し、その後訴訟の準備に取り組んでいたと述べています。また彼はこの問題について松本と連絡を取り合っていたとも述べています。記事に掲載された写真については合成の疑惑も浮上しています。渡辺は写真に写っているとされる友人女性から、私は雑誌に話なんか持って行ってない、あんなの撮った記憶もないし、あんな光景を見た覚えもないし、あれは私じゃないという証言を得ています。これにより写真が合成された可能性が指摘されています。しかし報じられた出来事は6年近く前のものであり、詳細があやふやな点も多いです。飲み会が実際に行われたことは事実であり、当事者たちの記憶があやふやなのも確かです。渡辺は記事に掲載されているような不適切な行為、女性を選別して首席に参加させたなどの事実及び女性の人格等を否定するかのような行動はなかったことを明確に主張し立証してまいりたいと述べています。この訴訟は松本の裁判に大きな影響を与える可能性があります。視聴者からのコメントを読んで返信する部分、動画の最後にコメントをつけてご意見をお聞かせください。もし写真が合成されているなら、言葉では表現しがたいほど不道徳だと思います。フライデーは拝観すべきだと考えます。もし写真が合成ではなく、 A さんとは別の女性が全く別の日にその場の雰囲気で撮影された本物の写真であった場合、記事に登場した A さんや B さん、そして渡辺センスさんは無関係に巻き込まれてしまっただけで、記事の内容が間違っていたとしても、写真自体が事実であればまた別の話になるのではないかと思います。もし写真が合成されていた場合、それは非常に深刻な倫理的問題であり、メディアの信頼性を大きく損なうことになります。フライデー氏は、このような不正行為に関与していた場合、厳しい処分を受けるべきだと思います。一方、写真が本物であり、A さんとは別の女性が撮影されていた場合、記事の内容が間違っていたとしても、写真自体は事実を反映していることになります。そうであれば、A さんやその他の関係者が無関係に巻き込まれてしまったことは大変遺憾なことですが、メディアの責任は軽減されるかもしれません。ただし、いずれの場合でも、メディアは十分な取材と確認を行い、事実関係を正確に報道する責任があります。写真の真偽を含め、記事の内容が正確であるかどうかを慎重に検証する必要があります。もし報道された情報が改ざんされたものであれば、それはかなり悪質ですね。特に A 子さんがその写真を知らないと明言しておらず、それに対する反論もないということは、A 子さん自身が関与している可能性が高いということでしょう。これは犯罪行為ですので、徹底的に追及されるべきだと考えます。報道された情報が改ざんされていたとのことは非常に深刻な問題だと思います。特に A 子さん本人が写真の存在を認識していないと明言しているにもかかわらず、反論がないということは、A 子さんが何らかの形で関与している可能性が高いということを示唆しています。これは明らかな犯罪行為であり、徹底的に調査されるべきだと考えます。報道の信頼性は何よりも重要です。事実関係を丁寧に確認し、真相を明らかにする必要があります。関係者全員に対して公平な取材を行い、客観的な事実に基づいて報道することが何より大切だと思います。実際、このようなビッグネームであっても、時間が経つにつれて事態が進展しないと、関心も薄れて忘れ去られていくものですね。擁護派も否定派も、かつてはYahooコメントで活発に議論していましたが、
関連記事に対するコメントも次第に減少しています。どんな職業でも誰であっても同様ですが、特にテレビ業界では誰が出演しても代替が容易で、それほど深刻な問題ではありません。多分判決が下る頃には本人たち以外には関心を持つ人もいなくなっているでしょう。こうして記事に取り上げられるだけでも感謝すべきことです。芸能界の注目を集めるビッグネームでも時間の経過とともに徐々に関心が薄れていくのが一般的な傾向です。実際この事件に関してもかつてはヤフーコメントなどで活発な議論が行われていましたが、最近では関連記事へのコメントも減少傾向にあります。テレビ業界では出演者の入れ替わりが比較的容易であり、個人の問題が長期的に注目を集めることは少ないのが特徴です。多くの場合判決が下る頃には一般の関心も薄れていくことでしょう。しかしそうした中でもこの事件が取り上げられ議論の的となっていることは本人にとって一定の意味があると言えるでしょう。メディアの注目を集められることは決して小さなことではありません。 FRIDAY の起訴ではなく、講談社とその編集責任者、記者個人に対する責任を法的に問うべきです。松本人志についても芸能人としてではなく一般の人として、また社会人としての責任を問う必要があります。テレビを見ない人にとってはこれは興味のないプロレスの話題に過ぎませんが、実際には六本木の風景として容認できるものではありません。近年芸能界における不祥事が相次いでいる。その中でも FRIDAY による松本人志の報道は大きな注目を集めた。しかしこの問題の本質は松本人志個人の責任だけではなく、出版社や編集部の責任にも及ぶと考えられる。まず出版社である講談社とその編集責任者の責任が問われる。報道の際には個人のプライバシーや人格権への配慮が必要不可欠である。しかし今回の報道ではそうした配慮が欠けていたと指摘できる。個人の私生活に踏み込んだ内容や事実関係の確認が不十分な点など倫理的な問題が指摘されている。一方松本人志自身にも一般人としての社会的責任が問われる。芸能人としての地位を利用して自身の非行を隠蔽しようとした可能性も指摘されている。このような行為は視聴者や一般市民の信頼を裏切るものであり、厳しい批判を受けるべきだろう。テレビ業界全体としてもこのような問題に真剣に取り組む必要がある。視聴者の目線に立ち倫理的な報道姿勢を確立することが求められる。そうしなければ六本木の風景として容認できるものではなく、社会的な信頼を失うことにもなりかねない。